結構見てるとこの三尾筋の浅いところからガクンと、まあ目にも見えるんだけどね、駆け上がっていって、その駆け上がりの一応ブレイクラインで食ってきました。あー餌、うわー結構、あーそっか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 、見えなすぎたな。おお、ライクすげえ、なんかよくわかんないで入れたら食った。はーい、ライク今度ね 1.5、 サイズはちっちゃいけどね、ほんと当たりなかったから、ありがたいです。じゃあ逃がします。ありがとう。水深はね 1m ないぐらいの、まあ駆け下がった下で食ってきましたね。水温 16.4 度、申し分ないぐらい水温は暖かいですが、冷たい雨でちょっとね気温は寒めです。頑張ります。これとね同じぐらいのね、なんか小魚がひょろ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 泳いでて、でチビバスだけかと思いきや、さっきね結構でっかいのが餌を追っかけてうろうろしてんの見かけたんだよね。できればそういうの釣りたいんだけど、ライトフィッシングが上手い人が使ったらもうほんと効くんだろうけど、俺みたいに見つけんのあんまり上手くない人が投げちゃうと、コバススーパーランカクワームになっちゃう。まあそれはそれであんまり嫌いではないんだけど、
一段下、あーちょっとだけいいサイズなんだ。おいでなすってねえ、いや上にいるのはちっちゃいんだけどね、一個下深いところに魚が映って、そんでもってのねライクのちっちゃいやつ入れると少しだけサイズアップしてくれますよ。はい、じゃあね、イワシで引き続き釣っていきたいと思います。はい、ありがとう。よいしょ。こんな感じでね、携帯の画面で見てるんですけども、あのね、浅いところはちっちゃいのしかいないんだけど、一段下、2メーターぐらいまで落ちるんですけど、そっちの方ではね、少しだけだけどサイズがアップしてくれるっていうこと で、まあ、ダウンショットでね、食わせのリグでそういったのを大切に釣っていくっていう感じの釣りをしております。で3匹目、小ぶりだけどね、あー春が来たなって感じですね。はい、はい、ありがとう。結構ね、小さすぎてね、ちぎれない。餌持ち非常にいいです。ライクの 1.5。 Thank you.